って言っても絶対にダーロメアリなさい。トメさお前自我失おうとしてるお前。トメさいいアウトです。ジュンテのビアウトスポーポップに仕上げてるんだ。もう変えたのよ、キャラクターっていうか。ああなるほどね。ブレブレやん。いいアウトですか。いいよかなと思ってもうみたいな感じに変わったんだ。ジュンテのVI 脱毛。ちょっと緊張したね、お前も、ね、感じね。初めての VI 脱毛。VI 脱毛って皆さん知ってます？腕組むね、動画中に。あ、次揉めてんのはやっぱずっと。ちょ、ごめんなさいね、その急説明する前にここ2人揉めてて。ごめん、動画にするのも違う。なんで揉めてんのそんなに。昨日から結構やばい。いや、なんかね、昨日何時だ、結構長い間ズーム会議があって、まあそうだね、3時間くらい多分やってたと思うんだけど、その途中で俺がまあズームの名前をザリガニはカニじゃないですっていう風に、ザリガニはカニじゃないですっていう名前にしたね、っていう風に名前に変更したんだけど、したそしたら、うん、ケニーの名前がザリガニはカニですになってて、変わってたね。あ、対抗馬出てくる。対抗馬じゃない、別にそれは別に事実あるし。だからもうその仲良くやればいいやん。そしたら完全に否定してきたから、で俺もチャット GPT とか聞いたの、聞いたらザリガニはやっぱカニじゃない、カニじゃないだろ絶対。ザリガニはカニじゃないの。どっちかって言ってエビじゃん。なのに、まあ、ケニーがそういうタイトルで来るからっていうので、ザリガニはカニなの。ザリガニはカニって言う時もあったけど、お前らが知らない真実が1個あって、3回目入った時の俺の名前知らないでしょ。ザリガニはカニでしたと思ってた。ザリガニはカニかもしれませんっていう風になってました。ああ、まあちょっと寄り添ってはいる。ちょっと寄り添っちゃいる。ちょっと最後寄り添ったの。元田が間入ってくれて2人で解決してほしいみたいな感じだったけど、結局昨日は喧嘩しも終わっちゃって、で今日そのまま撮影に持ち込んじゃったって。いや、持ち込むのは良くないかな。でも俺も今日よく撮影来たと思うよ。昨日本当行かないつもりではあったから。珍しいのか、その価値観の違いとかなら分かんない、共和党自民党とか意見が違うの分かんないけど、事実ベースでさ、その議論してんのおかしい。もう事実ザリガニはカニじゃないんだからさ、その議論してんのおかしい。今日ちょっとちゃんとやってね。完全に違うもんね、関係ない、マジで関係ない。今日の曲はピアノとも。っていうのもね、うん、なんで初めての VIO 脱毛言ったかというと、脱毛は俺してるんですよ、口とかヒゲか、うん、してる中で、まあ、ソータは全身やってるじゃん。俺全身脱毛してる。 VIO 脱毛してるじゃん、はい、全部言ってます。俺は陰毛はあった方が男いいと思ってた、うん、お前はない方がいいっていう。もう男女共に VIO ない方がいい、ない方がいい。チンチンの毛はさ、ちょっと違うよね。あ、そうね、それ、いや、ごめん。で、いや、チンチンの毛の話してた。あ、チンチンの毛の話よく入ってこい。いるかなっていう毛が、いらないでしょ。いや、そっち、二人はそっちなんだよな。いらない、いらない。なんか、会って得したことある？いや、会って得したことはないんだけど、なくて損したこともないなと俺は思って。でも、損もあるよ、だってネボリリム現象ある。ネボリリム現象知らない？え、ないっすよ。チンチンの皮に毛挟まっていたって。あれ、名前ついてんの？あれ、ネボリリム現象。あ、ネボリリム現象はあるけど、ちょっと知っときたい。切ればいい。いや、俺はいらないなと思ってるけど、でも俺はすごくフラットな考え方なので、あなたたちの意見も一回尊重しようと思いますっていう、俺が譲歩する企画です。あ、なるほどね。俺がみんなに寄り添ってみて一回意見聞くよっていう時間です、これ。いや、別にいいよ。いや、違う、だからしょうがないから俺が VIO 脱毛してあげます。まあ自分に価値があると思ってあの持田が VIO 脱毛に譲歩しましたっていう、結構ちょっとやろうと思ってて、きっかけ欲しかったってこと。いい、きっかけ、その動画ずっとやってみたかったんでしょ。動画っていうのを使っていく、きっかけが欲しかったでいいよ。昨日言ってたよ、ボソッと。何か、これをきっかけに VIO 脱毛いけるなんて。プライベートで行くの恥ずかしいまで言ってたよ。ね、俺がプライベートで VI 脱毛恥ずかしいから企画にしたって言いたいってこと。そうで、こっから先はそのもう企画にしちゃったからで通うみたいな。うわー、きっかけ作り欲しいんでしょ。言うなよー。言うなよー。何それ言うなよー。めっちゃ強がり。言うなよー。照れが混じるから、ちょっとその面白おかしくすればできるのかなと。俺はまあ恥ずかしいからね。でもそういう人多いはず。いや、多い、絶対多い。よろずもそうだったよね、最近始めたよね。最近始めた、始めた。冷静に考えたら、もういらないことばっかだって。俺はね、VIO をやろうと決意したのが、おばあちゃんの介護をした時に、おばあちゃんね、あの、万華に、その、糞尿が、もうついて固まってカチカチになった。で、それを何回拭いても取れなかったから、あ、俺介護されるために VIO 脱毛しようと思って。老後考えて VIO 脱毛するやついないからね。その時に備えてね、俺も介護される側になった時用に、ちょっと今回 VIO 脱毛します。理由が欲しいんだよ、ちょっと今日みんなに見せてあげようかなと思って、今回はコアラのエビステンさんで、まあ俺らがいつも眉毛でお世話になってる。ガシマ兄貴はこのここのマッサージでお世話になってるで有名な。あ、もう綺麗にここだけで大丈夫なんで。同じ部屋だよ。お前もね。同じ部屋。お前が。ガシマ兄貴以降すごい。あ、すごいらしい。すごいらしい。みんなこれで来たと。いや、これに来てくるんだけど、このメニューやってないから。結局名前が。かわいそう。このメニューやってないから。じゃあお願いします。
帰った。あ、お願いします。スタッフの方お願いします。何から始めればいいですか。ここでそのままはい、みんなの前で。え、そうじゃないんですか。見守られてやるんですか。それみんなのためにやってるんで、一人でできるかわかんない。自分のためにやってるわけじゃないんで。ちょっとじゃあ流していただきます。そうですね。万歳できる。あ、下だけでいいですよ。え。だけでいい。お前上半全身行きたい人じゃん。でまあ全身やろうかなと思ってて、 VIO の今日は相残しだからお願いできます。すいません、愛だけはこいつ今日のメニューなんですけど、 VIO の V を O をやるんですけど、相残しでちょっとお願いします。愛は親にダメって言われて、タトゥーみたいな、親に愛だけはダメって言われて、一回ガチでちょっと。そうですね、男性の脱毛っていうのはここがねハードルの高いとこなのかなって思って。でもそれを乗り越える俺はファンのために昨日のこと考えるとすごいなって思った。昨日さ、一人でやったわけでしょ。 VIO を事前処理してる時って体勢だから一番見てなかったんだけど、もういや俺そんなんじゃなかったわマジで見てらんない。こう鏡見ながら、うわ見てらんねえマジで見てらんない。そしたらもうマジで見てらんない。そこが一番見てらんない。え、そうだよね。え、昨日はどういう体勢でやった？僕こうなんでオシャレなの？ちょっとすかす誰も見てないからすかさなくかみちょっと絶対はどうしたの？無理だ無理だ無理だ。やっぱお前死んでる。キモキモ。え、モザイクなってるのかな。モザイクなってるの。毛が生えてる。毛が生えてるよ。それてない、それてない、それてない。まあそんな映すなんじゃ。ちょちょよこし。これさ、だるくないモザイク。え、すり合って、これ全然。いや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 。全然入ってる。じゃあ、俺ちょいどこし。全然全然。ちょいどこししてんだよ、ちょいどこし。ちょいどこし。サークルみたいな。これ死ぬねえかなと思って。ちょいどこし。ちゃんとしてる。違う違う。まあやっぱ。普通かぶってかけて、普通かぶってかけて、恥ずかしい。ちょっとこれじゃん、なんで腰は腰は腰はそこじゃないんだよ。そこじゃねえんだよ、絶対。まあガチいけるな。お姉さん来てからすごい言いづらいからちょっと今さ言うんですけど、 VIO がそうって結構そのキッポしちゃうっていうのが問題としてあって、エレクションしちゃうってこと？エレクションしちゃう。一般的には結構あるらしくて、気持ちいいとかじゃなくて衝撃でなっちゃう、血流になっちゃう、それが恥ずかしいっていう人もやっぱいるらしくて。じゃあさ、それ大きくなったら恥ずかしいからさ、今まで正しいよいいじゃん。マジでなっちゃったら結構まあすごい空気になるから。そうね、いい。呼んで呼んでいいよ。めっちゃキモいよここ。めっちゃキモい。いやめっちゃキモい。え、さ、思ってたんだけどさ、ごめんね一瞬、ちょっと元のお尻ってなんかサイみたいなんだよな。動物味、動物味がある、やっぱり原住民みたいな。原住民みたいな。その画角だけ欲しいかも。いる、その画角だけ。この画角いる。気持ち悪くていいです。ここにあったらめっちゃ気持ち悪いけどね。顔の画角マジで。お前、二人がかりでお尻開けられてるよ、お前。こんな力入ってるぞ。違う違う違う、くすぐったいのよ。あれ、お前、力入れてんの。力入れないで。ごめんなさい。全然そんなに引っ張ってます。じゃあ一緒に引っ張ってます。おい、そんな一緒に引っ張ってます。一緒に引っ張ってます。そんな硬いもんじゃない。そういうのそういうの。じゃあ力抜くから。何このか。これあれですね。それあれです。いやダメです。だいぶ甘いです。元だあれだよ、その体勢をスマートに。そうくすぐったい。くすぐったい。俺みたいにその橋を捨てて自己処理しないと。いや、あれでしょ、こんだけ硬いから自分で開けれなかったじゃないの。そういうわけじゃねえよ。硬いなと思ってやったわけじゃない。向こう二人がかりないはずじゃないか。ふーってやってね。力緩めろや。じゃあくすぐったい。くすぐったい。なんでくすぐったいかって、その原理で言うとさ、このバイブを押し付けられてるのと一緒じゃん。違う、違う、バカか言葉が。電脳シェーバーだからさ、バイブはなんか押し付けられてるのと一緒だから、本当にエロいとかそういう意味じゃなくて、これ開発と一緒なんですよ。違いますよ。使ってこうやって。そんなに甘い？え、全然甘いから。あんま1時間かかんじゃないかも。マジ？いや、本当に本当に。ちょっととかじゃなくて、普通に毛が生えてる。それ昨日頑張ったのかな？何を頑張ったの？一昨日。でも本当にでも初心者ってこういうことなの？マジで。これが初心者ですから。恥ずかしがリアルだと思う。恥ずかしがんないで。まあでも
対面はむずいよね。行中検査してる。マジで。なんかペタ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 。これでもさ、ほんと一人でやってるの大変かもね、じゃあ。これちゃんとやったつもりだった結構。これ男友達にやってもらうのもキモすぎるじゃん。って考えると、でも親もキモすぎる。親はキモいね。確かにこれ誰やればいいか問題。渋谷のクラブ街とかで捕まえてきたもんね。ワンナイトの女の子。その場だけの。もう、とんのできてないんだ、俺。いや、え、すごいよ。何してたのほんと逆にどこ剃ったのって。あ、マジ？うん。え、ほんとにそうじゃない？いや、そうなの。どこ剃ってきたのぐらいだ。時間かかりすぎてるもん。うん。VIO の多く愛のところこの時間かかってるから。奥多摩ですけど、V はちゃんとやったんだよ。見えるからね。見えるから。あ、すいません、ちょっと電動シェーバーがいい。壊れた。壊れた。このせいで？いるんですか、こういう人って。ほら、いますから恥ずかしがらないで、こういう時にこのいかに堂々としてるかが男らしさですから。本当に壊れたんですね。それはね、俺のせいなんですか、その壊れたのは。はい、お待たせ。だってあ、2台死んだ。俺何、シェーバー壊すの俺って。それ俺の問題かね。お前が剃り残ししてるからだよ。 VIO って痛い。そうだ、痛い。 VIO の中だと、うん、V がまあ一番いけてて、次 O を、で I が一番痛いってイメージ。え、始まる時言ってくださいね。こっち側で見るのかしら。こっち行きますよ。はい。あ、痛いな。ちょっと待って。なんか刺しました今。なんか大丈夫って。え、今グサッと刺されたよ。ちょっと待って、痛いんだけど。なんでこんな。まあまあいい、まあいいか、しょうがないわ。耐えるわ。うん。ちょっと上に見せたら。ちょっと上に。こんなって汗がすごい。え、水下げますか。いやいや、下げるわけないでしょ。下げるわけないでしょ。お前後悔ですよ。ほら2回目だよお前。なんでちょっと上がんの。なんでちょっと上がんのお前。システムとしてひどいんだけど。ちょっとやめますか。ちょっとだけ弱めます。あ、弱めます。あ、でも濃いんだろうな、じゃあ。そうです。え、医療脱毛よりは痛くないってことですか、今のは。医療より痛くないけど、美容よりは痛いらしい。そうですね。魅力的に効果も結構ありますよね。タトゥーとどっち痛い。いや、タトゥーの方が痛くない。え、だタトゥーが一番痛い。固まってるよ、音だ。力抜いても音だ。ヒーヒーフーで、ヒーヒーフー、ヒーヒーフー、ヒーヒーフー。ちょっと待って、ちょっと待って、見てらんないよ。ナモク、え、こんな痛いの。ナモク見てらんないっすね。もう唇噛みすみすぎて血出てくる。やだ、もう大丈夫だよ。今肩側だけですか。繰り返しどこまでも王だけでしょ、さ。今愛が一番痛いらしいし。そうよ。でも愛残すんですよ。愛残します。手握ってたけど、大人。手握ってたけどな。いいよ、頑張れ大人。ほら頑張れ。出産するわけじゃないからね。頑張れ。手握ってるのめっちゃ気持ち悪いな。ほら頑張れ、ほらほら。ほら、俺がついてるからね、ほら。そういうもんじゃないから。左で、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 ほら、開けてるから。気持ち悪いから、これ何この。いけるよな、頑張れ。出産すんの金子のこれチームだな。出産するの。これどんだけ肌黒いの。肌黒いから。お前めちゃめちゃ広げてる。はい、オッケーです。やったー、やったー。プロモーションになってるかな。みんな怖がってる。結構怖いぞこれ。はい、 V だから。あ、V だから。くるっと割り付いてる。ムキ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 。どうせ見える。あ、そうだね、必要ですか。あ、大丈夫っす。見てるお前、ね、あれだね、根元は黒いね。あ、そうでしょ。どうしたのこれ。肌が黒いから。黒いんだよ根元ってさ、毛がある分さ、やっぱ日焼けしないはずじゃん。確かに。なのにこんな黒いってことはさ、にっこよくしてるってことだよ。なんでここだけにっこよくすんだよ俺。お前やめろお前。なんで沈黙だけだね。にっこよくすんだよ。手握ります。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。あ、ちょっとありがとう。すいません。はい、タブツカブツ直してあげるんです。はい、どうぞ。あ、動いた、動いた。あ、いいな。あそこ、あそこ。お、同じレベル。
ちょっと待って大丈夫ですよ、進めてください。もう俺のあの言葉を信じないでください。あーって言っても絶対にダーロメやりなさい。ごめんじゃない。止めんな。お前、血を失おうとしてる。お前止めんな。俺は止めるな。俺がゾンビになろうとしてる人やろ。ありえない。止めんな。止めん。足押さえられてるのめちゃめちゃ。俺は止めんな。もう汗やばい、汗やばい。いや、ちょっとさ、ここの水なんすか。ここだけ局所的に汗かいてるから。局所的に何の水なんだよ。どこ汗なの。あー、よかったよかった。元がめちゃめちゃキモくなったと思った。よかった、俺も安心した。俺がめちゃめちゃキモくなったと思った。自分が嫌いになったちょっと。あ、止めよ。もう止めてねえよ。誰も止めてねえよ。一瞬ですか。じゃあ、やります。これ見たらちょっと、俺怖いわ。 VIO 脱毛は痛い方かも。俺やっぱ髭よりも、髭より痛かった。でも、俺やっぱね、顎はその分の代償あると思う。顎髭はやってよかった。やると、絶対にあれ薄くなったってなるから。で、でも、1、2ヶ月いかないとちょっとまた濃くなり始めるんだ。だから、やんないとなと思って。ヒゲをさ、あの将来生やしたい人いると思うんだけど。いや、分かるんだけど、その体勢で全然入ってこない、うん、いや、全然話が入ってこない。全然話入ってこない。飲み物って。俺もちょっと体内に水分出過ぎてるから。飲みな。あ、うん、飲みな。両目で寝てるわけじゃない。大丈夫。いい。頑張れ。本も気持ち悪いし、脱毛に。あ、おい、あんまりとこ。あ、大丈夫か。あ、痛い。ちょっと難しい。あ、薄め。あ、痛い。これ元の演技なのかな。誇張してんのかな。なんかこれ見ると後やりたくない。マジやけど。ごめん。なんか怖い。プロモーションになってる。ごめんなさい。全然痛くない。本当に。VAはまだ実感してないけど、ここは絶対男やった方がいいと思う。清潔感ある絶対。俺の持論なんだけど、俺毛薄い顔なの。薄い顔で生えてるの気持ち悪いの、ギャップで。そうね。いや、生えてても違和感ないの。そう。俺に脇髪生えてたら違和感ある。だから俺はやった方がいいなと。毛薄い顔の方が。ケニーとかどういう気持ちなの。すね毛のコメントよく言うじゃん。生物的にもその生えた方がいいってなってる遺伝子に無理やりやるのもどうなのかなっていう。ハビット。ちょっと時間がかかる。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。思ったより痛くなかった。なんとかプロモーション。何よ、その面白い。あ、サムネ撮ったやつだ。すごいわ。気持ち悪い。すごいわ。会社員で。キャンちゃん。なんかバック、こっちバックの。いないよ、しょっぱいです。気持ち悪いの。そのネイルいいですか。そちらから持ってやる感じで、なんか嫌な思いとかしたらすみません。当ててもらっていいですか。ケイさん初脱毛ということで、はい、どこやられるんですか。今回は腕やランドゥヒゲ、まあ、上半身を徹底的にやってもらおうかなっていう。まあ本当に一番やった方がいいのはすね毛なんだけど。ちょっと一回すね毛見してちょっと。いや、すね毛ね。本当は絶対これなの。もうコメント欄でも殺到してたんだけど、まあ、言われるね。言いましょう。これはもうすぐ多分終わるから。ケニーぐらい。本当に。ケニーぐらいだったらすぐ終わる。お願いします。はい。マジでシェーバー弱くなってないの。え、そうっすよね。うん。カタカタ言ってないなんか、うん、シェーバー。カタカタ。綺麗にしたんです。え、元のその違います。綺麗にしました。ちゃんとちゃんと綺麗うんじるついてないですかこれ。変えてますか。ああ、ここはね、ちゃんと。いや、これ初心者の人やっぱ怖いな。でもまあみんなやってるよね。もうでも腕はマジで痛くない。本当にそのもうマジかってぐらい痛くない。もうめちゃめちゃ何もない。この痛くもない、ただケニーが腕脱毛するだけだし。それだからお前本当に痛いわけないんだ。ずっと見てなくて。いや、そうだよ。謎の笑いしてきたこいつ。いや、違う、本当にやろう、本当にやろうと思ったの。謎すぎる。謎の笑いしてるわけ。あれ、熱いって感じっすね。ちょっと高い。そうそう、終わった。え、終わりっす。はい。えぇ、おもんないっしょ、腕って。腕はおもんないの。そう、腕おもんないの。なんか、なんでやったんだ。なんでやってんの。でも腕が一番実用的じゃないですか、なんか。次は足です。足がね、
全然痛くないです。さっきまで演技でしょ。じゃあ演技じゃないのよ。いやだからね、俺 VIO が多分強いのよ。足は全然痛くないです。 あれ別に動画モードなわけじゃないんだ。動画モードとかじゃなくて今も動画だからいや多分ね、俺黒ずんでるから余計痛いだけで、普通の人はそんな痛くないのかもな。やよれちゃったっけ前。やったやった。どうだった。全く痛くない。俺だね。あのなんかジェル状のものはお前の汗じゃないよ。あ、俺の汗じゃない。これお前の汗じゃない。これはあの叱るべきもの。叱るべきものだよ。叱るべきものだ。お前が気持ち悪かったわけじゃないよね。いやでも意外とあれですよね、アメコズの視聴者の人も来てくれてるんですよね。はい、すごい来てくれてます。いやね、嬉しい。眉毛が多いのかな。眉毛が一番多いですね。普段俺眉毛ここ通ってるし、眉毛は俺絶対やった方がいいと思ってるから今日もお願いするんだけど、眉毛ね、おすすめです。何をやってるんですか、眉毛以外には。他にも鼻の洗浄とか鼻質改善系を。フェイシャルとかもあるんですか。あ、ありますあります。てか俺眉毛もこういうそのサロン系も基本的に 1,2 回行ったらもう行ってなかったんだけど、ここだけ結構長く通ってんだよな。俺長くないっすか。結構結構一番来てくれてると思います。あ、マジっすか。なんかその俺がめっちゃ来たがるやつみたいな。いや違います違います。俺多分1年ぐらい通ってんじゃないかな、もう。ええ絶対それ残しすぎてるもんだ。辛いって。いや本当にそれ残しすぎてますよね。でもみんなね、みんな初心者はそれ残したらいいんですよ。足とかは痛くないんで、ぜひ皆さん来てみてください。あの眉毛がおすすめです。まずはおすすめ。よろずの番。毛が薄いタイプの VIO も見れると。あ、薄っ。薄いわこれは。薄っ。これは全然違う。これ結構才能だわ。すごいわこれは。普通にって生えない人じゃん。女の子みたいじゃん、もうなんか元の薄さが。まあこれは確かに見れるわ。見れるわ確かに。見れない。お前ら見れないらしい。俺の見れない。俺のも見てよ。見てよ、やめて。俺のも見てよ。多分、コトさんと同じ強さが見たくないんじゃない。え、そう考えたらさ、俺ってさ、マジで見た目得してない。得してるよ。ずっと得してるよね。得してる。同じレベルですか。でさ、あ、痛くない。てかさ、かかる時間が全然違うやん。俺と反り残し度を同じに考えられてほしい。俺の方が大変なんだぞと。元田の反り残しよりもない、この状況が。元が、はい、この俺が得してるわ。脱毛してたんですか。してないです。え、元がないらしいです。これを俺と同じその反り残しと言わないでほしいね。お前は明らかに反り残しだよ、うん、俺は頑張ってあるから。こいつ頑張んなくてこれだから。ありました。今これノーカットで流せますよ今の時間。マジ30。終わった。俺かかりすぎだろ。じゃあ俺だけ工事みたいやん。じゃあ脇も見てこれ。マジか、薄っ。モザイクなしでいけるこれは。なんで俺モザイクありなんだよ。ありでしょ。なんで俺モザイクありなんだよ。ありでしょあれ。てかさ、てかよろず結構さ体絞ってね、これだけで見たらめっちゃ大胸筋でかいやつ見て。マッチョやん。めっちゃマッチョ。長っ。長っ。ここ人いないしね。そこ長い。長っ。ここあんま分かんない。長いんだよね。でもなんか今めっちゃ体型がマジか。めっちゃマッチョだわ。だしそのもともと脇がないから見える。めっちゃ見れる。広背筋がすごいわ。ってか痛い。痛いんだ。痛い。一緒じゃないから絶対に。その同じ痛みみたいな感じ言わないでほしくない。絶対違うよね。チクってする。チクだろ。俺その普通にナイフ結構深く刺されたこれずるくない。隠してきてるよ。あ、だから肌の色もあんのかな。黒い方が痛いのかな。全体的に痛みくる。ああ、じゃあ俺の方が痛み痛いんだ。ここで言うのもあれかもしれないけど、黒人さんを排他的に見てるよ。え、でもできんのか。できないっていう。え、文化ないっていうのもあるかもしれないけどさ。多分それかワックス。だからブラジリアンワックスとか向こうで流行ってすんのか。それ悔しいな結構。ファンデーションもさ、その問題あってる。そう、黒人に合うファンデーションない色。一番暗くて元らよりも明るかったりするから、ね、そうかそうか。お前もうそのなんか脱毛がサブみたいな感じでいけんだ。マジかよ。今トーク動画になってる。俺脱毛メインになっちゃうわ。全然だわ。じゃあ終わった。はは、嘘でしょ。ずるくねそれ。お、全然全然痛いやん。VIO とレベル違うって。マジで。え、こんな人とやってか。うお、マジで。ああ、全身脱毛してるとね、全部気になってくんだよね。あんま生えてないだろうなってとこまで気になってくんだよね。整形みたいな。なんか1個やりだすとみたいな。ああ、ほんとにそうよ。ええ、待て待て待て。えすぐ行くじゃん。え、今やばいとこ1個やばいですよね今多分これ、はい、え、これ下げてます。下げてない。はあ、お願いします。そういうこと。未知との遭遇。新しい生物見たみたいな。やめてほしい。日本では見られない外来種みたいな。ここも変えられるんですね。
俺背中やばい。多分これ AGA ですよ。あ、確かになんか変なのなんかつむじみたい。本当だ、つむじっぽいの生えてる。つむじ生えてるの、うん、こいつ AGA の影響でここになんか髪の毛っぽいの生えちゃうみたい。あ、そういうこと。だから先行こうよ。そこに俺背中につむじできたらしい。ここもさ、圧倒的にさ、なかったじゃん。交代してたじゃん。あ、そういうこと。そう、ほら、ここ、こってここに M… あ、そういうこと、うん、あ、だからキモいのか。なんかお前キモくねって思ってたんだよ。そこで生えたの。生えたんだ AGA の生やした。え、すごいよ、生えるんだ。だから今だから一番キモい時期なんじゃない。ダウンタイムみたいな感じでしょ。だからだからこれがさ、髪の毛に合流しない限りはさ、産毛みたいな。めっちゃキモい。そうそうそう、副作用でこういうの出ちゃうらしいよ。まあでも脱毛すりゃいいからだ、そんなの。なんか髪の毛生えた方がよくね。だってえ、マジで、まぶたの上も、まぶたの上はもともとや。どうする。いじめだよ。もともと生えんだ。え、こうやった。こうやった。嫌だった。めちゃめちゃ痛かった。顔マジびっくりした。けど VIO マジで腕の方が痛かった。え、 VIO より痛くないの。 VIO 全く痛くない。は、本当だけ。そう、ゼロ。は、ヨルジャもそうだったの。痛みで言うとゼロ。なんで。怪我ないからでしょうね。ま、前は痛かった。一番最初ちょっと痛かったけど。え、じゃあ VIO だけめっちゃ痛いの。俺キモくない。なんか感じてるやつみたいな。敏感なやつみたいな。俺腕の方が痛かった。え、マジで。腕とか全然痛くないやん。俺めっちゃ敏感なんだ、マジで。すみません、あんまり、まあ、そのなんか敏感だと思ってないのに自分のことを。僕敏感なんすわ、すみません。ケツも綺麗だね、ちょっと。ケツの拙者が出せないな。 YouTube 下手やな、お前。大きいモザイクよ、大きいモザイクよ、それ。まあ、YouTube 下手やな、お前。マネージャーやってて。わぁ、首にして、首にして。わぁ、こいつ首にしてな、マジで。これ VI 終わってるってことっすもんね。首にして、わぁ、汚いねんだよ、首にしてな、こいつ。ちゃんとなくなってんじゃん。そこしないよ、マジで。ぜひ皆さんもコアラル行ってみてください。キャンペーンコードみたいなの毎回つきますもんね。あ、つきます。アメコズが行って、アメコズの紹介でこういう感じになってます。こういう感じになってます。はい、結構山安くなったりするんでね、ぜひ行ってみてください。お願いします。